エビさん、こんにちは。靴和田さんに引き続きご登場を願ってますが、最後になりますけど、ACL のちょっとこぼれ話というか、アウェイの遠征話なんか聞こうかなと思うんですけれども、フロンターレは今回のウルさんが、まあ、4回目のアウェイの試合で、14年、18、19だったかな。で、今回。僕、今回ちょっと行けてないんですけど、過去4回、3回は行ってまして、なんかもう行き過ぎて飽きてきたというか、あんまり外国な気がしないっていうところがちょっとウルさんにはあるんですけど、宇都宮さんは1回だけですかね、ウルさん行かれたのは。そうですね、ルキ君の言ってですね。で、その時が、試合の日なんかも、こっちでいう注意報とか警報みたいな雨がずっと降ってて、もう出かけるような感じでもないし、あとね、意外と今インターネットが発達してるんで、他の国に行ったからといって、日本でもやってる仕事ができちゃうんですよね。いいそんだれかで悪いんね、だか。そう、普通に平日のデイリーのいつもやる部分の仕事をやって、スタジアム行ってっていう、それだけの一日でしたけど。なるほど。僕覚えてるのはね、向こうでチェーン展開しているサムギョプサル屋さんがあって、店名がね、3.35ミリとかいう名前、3.5センチか35ミリか、なんかそんな名前の、店名のお店があるんですけど、もうこんな分厚い肉をこうバンって出してくるお店で、そこにね、試合の日、昼間食べに行ったんですよ。現地にいる、取材陣、4、5人で。で、まあ、大満足で帰ってきたんですけど、試合終わった後、じゃあもう一回行くかって、同じ日に、同じ、チェーン展開してるから違う店舗なんですけど、同じ店にまたね、もう一回行ったっていうね。すごい美味しいお店でね、ちょっと、なんか、動画で撮ったんで、どっかに、アディクト TV のどっかにあるんで、後でリンク貼っときますけど、それはちょっと覚えてま韓すね。国のいいところはご飯ですよね。割とそう苦で労すしね。ないというか。日本人の舌にはちょっと合ってるというか、まあ全然苦労はしないですよね、そこの意味ではね。辛いのだけ苦手な人はあるかもしれないですけど、そこだけ除けば、意識しなければ全然辛いのは排除できるし、本当にご飯は何食ってもうまいですよね。ただ、韓国行って大体みんな焼肉食べるじゃないですか。はで、最初行った時に、次行く時は絶対日本から焼肉のタレ持ってってやろうって思いましたけど。いはい。 あ、そんなにダメ？あ、いや、飽きちゃう？ダメとかじゃなくて、はっきりした味付けあんまりしないじゃないですか。味噌とか、あとキムチとかで食わせるというか、確かにね。確かに焼き肉タレだったら多分、すごく人気者になりますね。なんか永遠に食べられそうだから それがあるだけ確かで。に。まあ、それぐらいで、本当にね、あとはなんか、石焼きビビンバのお店とかね、結構ソウルの方行ったりとかする、あったりするしね。ウルさんはね、人に教えてもらったんですけど、オニャンっていう地名のところがウルさんのそばにあって、そこのプルコギがね、スウォンとかと三大プルコギって言われてるのかな。スオンとオニャンともう一個どっかしか覚えてないですけど、そういうプルコギがあるみたいで、ウルさんの KTX の駅がちょっと離れたところにあるんですけど、そこにもなんかチェーン展開してる店舗らしくて、店舗があるみたいで、もちろんそのオニャンっていう地名のところがあって、そこで、どこ違うにあるのかな。まあ、ウルさんの KTX のそば、ウルさんのそばなんですけど、まあ、行けなくはないところにあるみたい、あるんですけど、そういうのも美味しいみたいですね。あと、KTX の駅、ウルさんの KTX の駅には、マッコリの有名なお店も出てるみたいで、そういうのもあるみたいですけど、それは人に教えてもらって行こうと思って行けなかったんですけど、まあでも本当、ウルサンって、まあ、プサンからも近い、KTX だと3、え、何分、5分、10分ぐらいでしたっけ？そのと近い、800円ぐらいで行けるし、
僕は空港からバスで行ったんですよね。高速バスみたいなのがあって。高速バスだと、市内まで乗っけていってくれるので、そうそうそう。うん、どっちかっていうと、そっちが楽ですよね。KTX の場合だと、プサン市内に1回移動して、そこで、KTX 乗り換えてってことになるので、2度出間になる、3度出間ぐらいになるんだけど、高速バスだと本当、ね、空港から出たバスがね、なんか、ウルサン市内の河川敷みたいなところに、はいはい、駐車場止まって、ありますね、そしたら、そう、そっからどうせみんなホテルとか移動するのを狙って、タクシーがすっごい止まってんすよ。確かに。なんかね、ちょっとね、中東で空港降りた時みたいな感じで、わーって寄ってくる感じ。どうだっつってね。そうそうそう。結構日本語喋れるタクシー運転手とかに乗ってしまうと逆にぼったくられたりとかして結構大変なんだけど。僕は当たったことないですね、日本語喋れるドライバー。ソウルの話です、これは。ソウルの何でもんだかトンデムンだかの市場から、うん、まあタクシー1メーター、2メーターぐらいの、だから金額で言ったら1000円いかないぐらいの距離のところに帰ろうって言って、歩くのめんどくさいからって話で、うん、で、なんかこう派手派手しいタクシーが止まってたんですけど、日本語が喋れるんで、じゃあこれにするかって乗ったらね、すごい額を請求されて、完全にボラれましたね、あれは。たまにやっぱありますけどね、そういうのは。うん、まあでも。あとは日本勢と対戦は中国ですよね、上海広州。まあ、フロンターレも結構やってるだろうし。なんか杭州なんてね、毎年のように試合してたんじゃないかっていう気がするぐらいで。杭州は南の方にあるので、なんかこう人の気風として、土地の気風としてこう開放型というか受け入れる型というか、うん、ウェルカムな感じがあるみたいですね。だから僕も結構あの街は好きですね。まあ、時期によってだけど、うん、でも秋でもね暑かった。とにかく僕が行ったのはね、3月だったかな。だからその、うん、暑くなる前、日本で言うと4月5月ぐらいの初夏というか、うん、20度前半前後ぐらいの、本当過ごしやすいタイミングだったんで、本当に悪いイメージが全くないんですけど、多分夏場に行くと多分大変な状態だと思うんですけど、すごくいい街だったですね。で、うちのホテルが安宿だったんで、近所にある朝食屋さんとかに行ってたんですけど、うん、何元、10元ぐらい、100円とか150円、200円ぐらいだったのかな。朝粥とか食べに行ったんですけど、バンダイにあるこうメニュー表を見て、何番ってこう注文してお金払って、うん、番号札もらうんですけど、番号札がね、見上げるのは中国語なんですよ。だからこう何言ってか全然分からなくて。うん、そらそうだよ。で、これと思ったんだけど、で取られて座ってる人にこう番号札見せて教えてってこう実際でやったら、うん、ちゃんと教えてくれて、あ今呼ばれたよとか言ってこう指さしてくれてね、優しかったですけどね。指立ててやるしかないよね、そういう時はね。数字は結構万国共通だから。あ42とかね、なんかそういうこと、ね、そうそうそう、うん、まあ教えてくれました。すごく優しかったですね。あと大体杭州とかあそこら辺って試合がナイトゲームだから、うんうん、前日練習とかも夜多いじゃないですか、会見。そしたらね、なんかスタジアムの前の広場で延々なんか卓球台置いてあるところいっぱいになってやってるし。杭州はあったな、俺もそれ見た、写真撮ったけど。なんか何十人なんかラジオ体操みたいなよくわかんない体操してるし、あれはねなんかねすごいなって、とんでもない雰囲気だなって思いましたけどね。卓球の強さはその卓球台をブワーって本当20、30並んでるのを見たときに感じましたね。あと衝撃だったのが、ね、星が見えないの、スキー以外。割と僕そういう星座とか好きなんであれなんだけど、とにかくパッて空見上げたら何にも見えなくて、いや東京でもこんなことないよっていうあれはちょっと印象的でしたね。PM2.5 とかがね一時期すごく言われてましたけど、だいぶでもあれなんじゃないですか、今は電気自動車とかに置き換わっていて、だいぶ変わってきてるとは思いますけど、電気自動車の話になりましたけど、
上海に行った時にね、街走ってるあの、原チャリがね、ほぼほぼもう100%に近いレベルで電動化されていて、音が違うんですよね。ウィーンって、その、で、だその排気ガスもコントロールできてるというか、随分違うなというのは感じましたね。割と中国なんかは、良くも悪くも雑だから、運営が。いや、僕、杭州行った時に、相手の監督、カンナバーロで、で、まあ、住んでたことあるんで、多少イタリア語喋れるんですよ、僕が。したら、なんかもう本当に、スタジアムの中の廊下みたいなところで、結構普通にい立ちる話？から、そう。なんかそういうのはね、日本の運営では絶対ないから、おおらかな感じがしたってこそう。とですね。だから、まあいいのか悪いのか分かんないけど、なんかその時なんかは結構レッツが勝ったんだけど、なんか結構ペナの外からのミドルシュートとかそういうのでレッツが割と点取ってて、もうちょっとついてなかったみたいな話をしてて。ただやっぱり日本サッカーと中国サッカーはすごく差があるみたいな話をしてて、彼が言ってたのはなんかその外国人選手は中国にいい選手入ってくるし、多分日本に来る外国人選手とそんな差はないけど、日本人と中国人に結構大きな差があるから、まあ今や簡単に勝てなくなっちゃったねみたいな、中国のチームが昔みたいにみたいなこと言ってて。ああ、そういう見方してるんだなって。なんかあんだけね、人口がいて、いたら相当な人材が出てくるんじゃないかって気もするけど、意外となかなかチームスポーツではね、中国が勝てない感じはありますね。まあ、杭州はね、杭州恒大の運営会社がちょっと今破綻しかけていて、これからどう、チームがどうなのかっていうのいがや、分からもうないね、状況で本当は。にね、ACL も本当にまたしばらく。日本と韓国のチームが東地区だと相当争うことになるんじゃないかなと思うし、まあ、オーストラ今リアは分年かんないけど、はね、中国のチームが破綻だったりとか、チームが解散したりで、2チームね、ソいなネくイなっもたね、から高卒ね。ソネイもね、あそこも解散しちゃったし、まあ、あえて休名で言いますけど、それこそ杭州恒大とかね、そうですね、だ最近上は、海もどうなるか分かんないし。中国は企業名発生っていうお達しが出て、杭州 FC とかになってましたけどね。まあ、なんかそこら辺が本当、変わり方がちょっと激しすぎてよくわかんないところもありますけど、まあ、杭州はもう一個、杭州フリキっていうリッチ&パワーっていうなんか書くチームがあっストイて、コビッチさんが監督やってたとこ。そうですね、レナトなんかをね、取っていったチームですけど、あそこそうか。も建設業なので、どうなるかちょっとこれからわからないなって気もしますけど、まあ、中国がしばらく激動するかもしれないですね。習近平さんがいろいろ言ってるみたいなんで、どうなるか分かんないですけど、まあ、バブリーなチーム運営、チーム作りをしていたところが、成熟化していく過程ではそういうことはあり得るので、まあ、これから何年か先にね、また中国が変わってくると思いますし、フリキにいた喜熨斗さんっていう、ストイコビッチ監督に引き継ぎ、オファーかけられて、フィジカルコーチかなんかで入って、まあ、今、またピクシーについていってると思いますけど、なんかが、アカデミーの整備をかなりやってたので、で、今、各地、中国のチームは各地でアカデミーに力を入れてきてるので、まあ、何年か後にはかなり脅威になってくるんだろうなとは思ってますけどね。まあでもたそだ、の前に、まあオーストラリアがどうなるかはわからないけど、なんかタイとか東南アジアが伸びてくるような気もするしね。そうですね、確かに。今回 ACL ね、特別な感じで入ってきましたけど、ああいうのを経験した彼らがまたその戻ってきたいということで、整備はね、絶対するはずなので、で、まあ逆に言うと、JFA がね、AFC の各協会のレベルアップをこう、後押ししているというか、
やっぱりこうアジアの全体が強くならないと世界には対抗していけないっていう発想のもとに、各クラブ各国の FA をこう支援しているので、まあ、あの強くなってくるのは間違いないと思いますね。あのキャッチアップされるかどうかは分からないけれども、あのレベルアップは絶対してくるはずなので、あの2回になるかどうか分からないけど、ワールドカップは48カ国になるから、あ増えますね。16増えるうち、うん、まあ、8ぐらい下手するとアジアに割り当てられるって話でしょう。7とか、ね、その、まあ、その加盟国数の加盟国数の違いがあるから、うん、そうすると、どう頑張ってもノーチャンスだった国が、ワールドカップ出るってなったら、わって、行くぞってなるから、それは日本も経験したことだから。うん、そうですね。だから、まあ、そうなってくると、ACL とかもまた変わってくるかもしれないですね。うん、確かに。まあ、さっきも言いましたけど、かなり楽しめたはずなので、ACL2 年出た、初めてのチームなんかは、これを機にまたこう強化に力を入れるってくるんだと思いますけど、まあ、そして僕らも あんまり今まで行かなかったようなところに行けるチャンスもあるんでね、もしかして確かに一回僕アレママランっていう、まあ、今は、アレマ FC に変わってるのかな、インドネシアのチームに一回フロンタリー初めて ACL に出た時のシーズンのことですけど行きましたけど、やっぱね、すごい良かったですからね。インドネシアってサッカーシーンどうなのかなと思ってましたけど、すごくやっぱ盛り上がっていて、熱量はね、半端なかったんで、そういうところが本当に、真面目に強化していけば、本当に強くなってくると思いますし、そういう意味で、いろんなところに行くチャンスもね、増えてくると思いますから、またどういう、遠征が増えてくるのか、楽しみではありますけど、まあ、しばらくはコロナで大変でしょうけどね、サポーターの皆さんもね、そのサッカー観戦にかこつけてちょっと海外旅行っていうのには ACL は結構いいような使い方もされてる方多いでしょうしね、うんうん、オーストラリアなんかは割とね先進国なんで、街並みも綺麗ですから、海外ちょっとっていう人も割と行きやすいというか清潔感はあるので、うん、東南アジアとは全然違いますし、意外と行くにはいいかなって気がしますけどね。シドニーとかメルボルンとかやっぱ街としては本当に綺麗ですし、まあ、逆にドアウェイというか、その東南アジア感を味わいたければ本当にインドネシアとかも、時期に出てくればね、楽しめると思いますし、いや、まあ本当にね、この前阿部勇樹選手に別の企画でまあ動画の聞き手やらせていただいたことあるんですけど、彼も ACL のアウェイゲームのこと本当に別のチームになるからっていう、あ、本当にこれ日本でやってた時のあのチームなのみたいな感じになるっていう、アウェイのチームがホームに行くと強くなるらしいです。そうそうそう、あ、確かに。いや、だってインドネシア、レッツが初めて ACL 出た年のインドネシアのペルシクケディリっていうチームなんかもホームでやってとは全然違う、三三かなんかで引き分けて向こう行ったらみたいな話をして、全然違うんだよって言って、熱気がまたすごいですもんね、ホームのサポーターのね、あれは本当楽しみだと思いますけど、まあなんかいろんな南極に立ち向かいたい人はぜひ、でも最近はスマホがね本当便利で。SIM ロックだけ解除しておけば、もう世界中で使えますし、スマホ1本あれば、韓国もそうだったですけど、Google マップとかでガンガンあちこち、バスとかも出てきますし、そうだね、中国だけはね、Google はちょっと使えないんだけど、Google マップも全然使えなくて、精度が下げられてるので、100度バイルっていう地元の企業のマップを使った方がいいですけど、中国はね、香港で発行されてる SIM を使うと、中国本土でも、Twitter とか Google とか使えますから、まあ、今、香港がああいうことになってしまってるので、どれくらいその、チップスが使えるかちょっとわからないですけど、まあ、中国といえども使えなくはないっていう、まあ、でもまあ、ちょっと、
通信環境が若干違うところはありますけど、まあでも本当にスマホがあればね、かなり昔と違って楽には移動できると思いますから、なんか機会があればね、コロナが収まった時には皆さん海外にも行ってみたらどうかなと思いますけど。まあ、そうやってね、一緒にこう旅するみたいなのってやっぱ楽しいところ多いですからね。うん、うん、本当にね。やっぱ一体感がちょっとありますよね。うん、ACL ツーリズムというかね、何年か前に一回僕、サポーター集めて ACL の情報交換会みたいなことやってましたけど、やっぱりたくさん、20、30人、まあでも結構集まってね、情報交換できましたからね。シムノックの解除ってことも知らない人も結構いたので、うん、そこら辺から本当に、いい情報共有の場になったなと思いましたけど、まあコロナが明ければまたそういう情報もね提供できればなと思いますけど、なんかそんな感じですかね。こぼれ話になりましたけど。はい、じゃあちょっと、靴田さんにはまた登場いただきましたが、今回もありがとうございました。いや、なんか連続でどうもすいません、ありがとうございました。またサッカーなんかこういう共通で話ができる話題の時はぜひお越しいただければなと思います。そうですね、まあもしかしたらね、天皇杯とか決勝で当たるかもしれないから。そうですね、24日に抽選でしたっけ。そうかな。で、どっちにしろ12月19日かな、決勝が。ああ、なんかそうですね、年内でしたね。うん、はい、CWC がなんか日本開催がなくなって、いろいろとまたカレンダー変わってますけど、うん、まあ、またそこら辺含めて、お話ししていただける機会があればなと思います。ということで、どうも、繰り返しになりますけど、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ご視聴の皆さんもありがとうございました。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。では、この辺で失礼します。